昔金属の頃は、うん、ギャラは手渡しでもらってたとテレビでおっしゃってましたがやっぱりすごかったんでしょうか、うん、手渡しなんですかそうでしたねうちは太田ーープロダクションというところでねたけしさんも鶴太郎さんもみんな一緒の事務所だったんですけどみんな手渡しでしたね月末に危ないですよね考えたらね昭和のやり方ね封筒にゲンダムがぶわっと入ったのを渡されるみたいなそう,そ,うそ,うそうです関東で一番古い園芸事務所だったのでみんなあの日銭に ででで稼いでくるんですよねキャバレー行ったりとかあ,、うん、あちらの演芸場行ったりなんかすると、うん、はいじゃあ今月はこれだけねはい今月はで名前呼ばれたらはいって言ってもらいに行くんですけど私ただしどんどんだんだん売れてきて陽気族の頃はねコマーシャルそれこそやったりとか歌番組出たりとか、えー、だ,んだ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 んギャラがちが多くなっちゃって金額は本当に振り込んでくれよっていうぐらい危ないものがありましたよねちょっと封筒入りきれなくないですかもう封筒に入ななくなって 封筒もまあ100ぐらいだとギリギリ入れて、ちょっとこう、立つんですよ、うん、バンとね。あ、厚みがあるな、みたいな。それであの先輩たちがあ,あいつ立つようになったねとか言ったら、もうい一本だっていうようなね、そういうようなことをよく言ってたんですけど、<ー>もうだんだん私たち封筒が入らなくなって、デパートの紙袋に入ってました。え、それで誘えるのめんどくさくないですかいや雑ですよね。そのまんまですよ。上ら 1>, い1万円札並んでるんですよ、そのままですよ、上、なんか被してくれよと思いますよね。<laughs> 紙袋にその札束が積んであるものを高月の給料でやって渡されるみたいな。そうですはあえ。それをじゃじ、ね、自分で家,家に持って帰ってみたいな。そのまま銀行に行ける時はまだしもね、危なくないけど、うん、そのままひょうきん族の楽屋とか行かなきゃいけない時あるわけですよ、本番とか。ら木造のなんかドアとかで こんな鍵ですよ、カッチャンってやる。ああいうとこに、えーお、ああいうとこに置いてありましたよ。でも給料日って一応、みんな分かっちゃってるじゃないですか。したら,そら,だら、ね、そこから出てくる紙袋持ってるやつ遅いみたいになるじゃないですか。いやだから、だんだんそれで、これ、だめなんじゃないかってなって、銀行振り込みになったんです。遅い。なるのが遅い、うん。遅かったですね。